ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ。はい、皆さんどうも。私最近裸足でウォーキングすることにハマっております。ヨーロッパ企画の長野宗則です。そして藤谷莉子です。 KBS 京都 RNC ラジオ CBC ラジオ聞きの皆様、どうぞ今週もよろしくお願いします。お願いいたします。お便りがあるんだってね。紹介します ね。ちょっと相談メールです。相談メール、はい、うん、ラジオネームさとちゃんさんからいただきました。はい、長野さん、莉子ちゃん、こんにちは。長野さん、莉子ちゃんにご相談があります。ヨーロッパ企画の大ファンの息子は W 大学で演劇をしていますが、この春大学を卒業し4月から就職します。しかし大学での演劇は続けると言っています。そんなことが可能なのかどうか親としては心配です。長野さん、莉子ちゃんは演劇の道に進むことに葛藤はありましたか？悩める母にどうぞアドバイスをお願いいたします。これからもラジオ楽しみにしています。なるほど、心配ですよね。やっぱ心配でしょう ね。演劇を続けるという、ね、息子、うん、でも就職はなさるんですもん ね、うん、ね。いや、それはちょっと安心ですよね。いや、もう安心ですよ。いや、僕なんやったらね、いや、それはすごくいいことだ。なんか続けることは決してお仕事することにプラスにしかならない気がする。うん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 、うん、どうも、なんです。で、うん、自己紹介でこんな人いますからね。あ、いますね。いるでしょ。世の中には5万といますね。そう、なんでしょう、なんでしょう、みたいな。うん、だから演劇って演じる以前に伝える仕事じゃないですか。そうです。そう、だから僕はプラスになる、思うんです。私大学で演劇してる人いっぱいいたのですが、はい、うん、普通に就職、いわゆる会社勤めになっていく同期とか先輩とか普通にいるんですけど、なんかみんなね、やめてね、演劇戻ってきちゃうんですよね。あ、そう、そう、ほとんどそうなんですよ、私の知り合い。まあ、演劇の大学だったっていうのもあるんですけど、なんでやめないでいい、よかった、演劇やめずにやってればよかった、や、仕事しながらやってればよかったってみんな口揃えて言ってるんで、とっても素晴らしい判断だと思います。私は。なるほど、なるほど。やめれないっていうのは大きいよね。あと、やめたから絶対今無理してやめさせたら、絶対後でも演劇に帰ってくるっていうのはあると思うんで、今のうちに存分にやるっていうのはもう必要な気がします。お母さん、まあ、確かに、そのお仕事をやって芝居するって大変だと思うんですが、本番期間中、稽古期間中大変だと思いますけど、あとはもう本人の努力次第。そうですよね。といったわけでいかがでしょうか、さとちゃん様。さとちゃん様、はい、またいつでもお便りくださいませ。はい、うん、進展など。はい、じゃあね、ちょっと先週からね、はい、始めてますこのラジオドラマコンペ企画、ラジコンっていうか、ラジコン、ドラコンでしょうか。いいですね、ラジコン、ドラコン、ラジコン、ラジコンですかね、ラジコンですよ、ラジコンですけども、先週は、中川春樹さんが、で今週は、はい、まずはこの方からお呼びしたいと思います。電話です。松弘樹くんです。お願いします。はい、お願いいたします。はい、我らが天才ね。そう、この番組でもね、スタッフとして、活躍してくれてますけども、作家の一面もありますので、はい、松尾さん、どんなラジオドラマをご提案してくれるんでしょうか。はい、私が今回提案いたしますラジオドラマはですね、はい、ゲーマー親子です、タイトルは。おー、ゲームもの。そうですね、今やっぱゲームって、はい、e スポーツとかもあって、はい、やっぱすごい盛り上がってる業界じゃないですか。まあ、ゲームはそうですよね。まあ、また、はい、スマホとかの普及でね、さらに盛り上がってる部分もありますよね。そうですよね。まあ、今回そのゲームを題材にしたラジオドラマを展開できればなと思いまして。出た、当てに行くつもりだね、松尾くん、これ。いや、であれです、主人公は親子なんですけど、うん、はい、長野さんがお父さんで、はい、莉子さんが娘役です。はい、うん、そして2人ともゲーマーという感じで、親子でゲーマーって珍しい。そうって、うん、そうですね。だからお父さんはファミコン世代で、で娘は、まあ、今のゲームをバリバリやってるっていう感じですかね。その2人が、まあ、ゲームに熱中しながら繰り広げる、はい、ほっこり
あ、ほっこりするんだこれ。心温まる、やっぱ親子のお話ですので。なるほど。心温まるお話にできたらなと。なるほど。メインはゲームの画面の模様ではなく、ね、人間関係なんですね、これは。ゲームも絡めつつという感じですかね。はあ、メインは親子の、まあ、絆、うん、あ、ヒューマンドラマ。ヒューマン、うん、ヒューマンドラマも、はい、そうですね、やっぱゲームの思い出って、うん、はいはい、やっぱ皆さんあると思うんですよ。あるね、熱中したゲームほどあるね、うん、そうなんですよ、ね、だからまあ、うん、皆さんそれぞれ作家人それぞれのゲームの思い出なんかを反映したラジオドラマとかが出てくるんじゃないかなと。なるほど、書き手によっていろいろまた変わってくる。あ、なるほど、そうですね、書き手の得意な、うん、まあ、ゲームであったりとか、うん、これラジオドラマですけどもね、その見えないゲームシーン、はい、そうですね。あ、痛いとこつきました。 笑ってる。うん、でもこのゲームにその親子が熱中している間は、はいはい、あたかもゲームの中に入っているかのような演出をしたら面白いんじゃないかなと考えてまして、実況したりとかそういうことなのかな、いわゆる今の、まあ、ね、そうですね、実況したりだから例えば、うん、レース、カーレースのやつだったら、うん、カーレースの画面の実況するというよりも、うん、私たちが運転している状況を、うん、そうですね、描くっていう感じですよね、きっと。そういう感じです、イメージとしては。ゲームセンター嵐的な感じで。そうですね、古いね、ごめんね、まさに、うん、まさにと。お、分かったんだ、はい、うん、で音だけの、まあ、ラジオドラマなので、はいはい、まあ逆に、まあ、想像力で。なるほど。うーん、タイトルは何でしょうか、仮タイトルでもいいんですけども。タイトルは一応ゲーマー親子かっかりで、 ゲーマー親子ですね、わかりました、はい、松先生ありがとうございます。ありがとうございます、これ、ね、はい、投票呼びかけて いきますんでよろしくお願いします、うん、はい、ありがとうございます、はい、といったことですよ。あともう一方、はい、また京都にね電話つないでね、はい、出てもらおうと思ってます。おーおーおー、この方です、ブレイキン小林先生です。どうもこんにちは、小林です。お願いします。ブレイキン先生、はい、はい、まあね、昨年もラジオドラマ書いていただいて、今回このコンペ企画ではどんなものを提案してくれますんでしょうか。フリーターものです。フリーターもの、はい、はい、主人公が自堕落で、うん、まあ、いろんなバイトを転々とするフリーターの女の子、うん、まあ、リコさん、はいはいはい、あ、私、はいはい、あ、なるほど、うん、女の子がフリーターなんですね、うん、はい、うんうん、でまあコンビニとかスーパーレンタルビデオ屋とか、うんうん、まあ、あと際どいなんか変な職業で運び屋とか、なるほど、まあ転々、うん、としてすぐ辞めちゃう、あんまり長続きしない。あ、つまりこれワンクールでもう1話完結でいろんな職業を体験していくという、はい、そうですね、うん、フリーター転職ものですね。で、まあ、はい、その中で、まあ、物語が生まれていくみたいな、うん、なるほど、フォーマットがすごく、はい、かっきり見えている、くっきり見えますね、はい、ね、うん、そのやっぱ行った先のお店だったり、はい、その職種のことがまあ深く知れるでしょうし、うん、うん、はい、ね、そこで出会いもあったりなんかして、そうですね、うん、危ないことなんかあったりもして、まあ、危ないことがちらちら出てきてますね。裏バイトっていうやつですね、いわゆる裏社会を切りたいんですかね、今回どうですか、はい、裏社会を切りたいなっていう、いや、そんなこともないですよ、もちろん恋もあったりなんてしてね、はい、はい、はい、トラさんみたいな感じで。女トラさんって感じですか。女トラさんっていう感じかもしれないですよ。女風天、うん、はい、そんなこともあるかもしれないですよ、もしかすると。え、ぼんやりしてます。すごいぼんやり。いや、いろんなことはありますよ、いろんなことは。もしかしてこれくっきりしてます、ぼんやりはしてないですよ。くっきりしてます、大丈夫ですか。はい、全部そうかもしれないっていう返し来ますけども。全部今吸収してくれてますけども。いやいや、でもそれは各々のやっぱり作家さんの、はい、はい、が描く職業に、はい、ね、やっぱりよるんで、そこの、まあ現、はい、職場にいる、うん、人それぞれ、うん、ね、あれほんわりしてきたな。もやがかってますね。ブレイキン先生が一番描きたいのは何ですか、今回のこの職を転々するフリーターの女の子を通して。僕は、はい、
ズバリ。なんでしょうね、うん、僕は僕はまあレンタルビデオ屋レンタルビデオ屋がやりたい。レンタルビデオ屋の話が書きたいと。いや書こうと思えば何だって書けますよ、ね、何口とんがらして何んですかあなた。えそら、いやそら僕はね、そら企画を、はい、じゃないですか。だってそこに、ええ、やっぱりその定着させるような具体的なそのエゴはまだ出すべきではないっていう、はい、あえてふんわりさせてると、はい、はいはいはい、どんどん発展していく余地を残してるってことですね。なるほど、そうですね。今あまり色を決めてしまわないってことなんですね、うんうん、そうですなるほど、わかりました、はい、フリーター転職者ありがとうございます、はい、ありがとうございます。はいはい、といったわけでね、はい、まあ、今回2作の提案出ましたけども、はい、これも、うん、なんですかね、投票を呼びかけていくんで、はい、まあ、5月から投票スタートという、うん、試みでございますので、どうぞ引き続きよろしくお願いします。来週もまた新たな作家さんが来てくれます。はい、はい、といったわけでね、当番組のメインコンテンツであります今月のラジオドラマ、中小企業エンターテインメントラジオドラマです。作家は、本田哲夫先生です。大阪市立大学商学部教授ね、書いていただいておりますよ。第2話はですね、こちらです。隠し事。それでは上演いたします。いやね、盆栽汁は私の唯一の趣味なんでね、どうしても社長室にいる時もこういじっちゃうんだよね。確かにこんな町工場のちっちゃい社長室にこの盆栽が似合わんのは分かってるんだけどね。でもね、井口君、会社の経営のことで悩んでる時なんかにね、盆栽治療するとね、心が落ち着くっていうのかな、なんか冷静になってきてね、いいアイデアが浮かぶんだよ。まあいいアイデアといってもね、大したアイデアではないけどね。だって私は天才ではなく盆栽ですから、盆栽好きだけに盆栽ですから、盆栽好きだけに盆栽ですから、ね、2回言っちゃったなんてね。あ井口君聞いてるかい？あ、はい、聞いてます。どうした井口君、総務課の仕事でなんか嫌なことでもあったのかね。暗い顔してるよ。君もちょっとこの盆栽いじってみるかい？盆栽いじりをすると気分も良くなるし、お金も貯まると言われてるんだよ。盆栽いじりってこうハサミで枝を切るだろ。だからハサミだけに貯金できる。なんてな。あれどうした思い詰めた顔して、君、あれだな、退職届を出しに来たみたいな暗い顔しちゃってるな。会社辞めますっていう感じになっちゃってるよ。どうしたどうした。ほら、本当に盆栽いじってみたらどうだね。気分晴れるよ。木だけに気が良くなるよ、なんてね。今のはね、盆栽の木とその気持ちの木をかけてみたんだよね。分かったかな。うん、つまんなかったかい。あの社長、うん、どうしたんだね、いじってみる気になったかね。私辞めます。え、ですから辞めたいと考えています。嘘、本当に辞めるつもりだったの。いやはや、これはショックというか、なんというか、経営者にとってはその言葉が一番胸に突き刺さるんだよ。で、なんでなんでなんで辞めちゃうの。あの理由を教えてくれないかな。岡崎社長、私たちにずっと隠し事されてましたよね。隠し事、なんか私したかな、その私の隠し事が原因で、辞めるってこと。はい。私がずっと隠してきたこと。ああ、あれか、あれついにバレたか、樋口君。あれはね、いや、本能出来心なんだよ。社長、なんてことしてくれたんですか。私恥ずかしいですよ。いや、本当すまん。いや、やっぱ私もついつい可愛くてね、さすがに梅にゃんというのは気持ち悪かったかな。あ、社長何の話されてるんですか。え、いや、私が社長室で育ててる梅盆栽に
梅にゃんって名前つけてる話じゃないの？は？誰が社長の梅盆栽の話してるんですか？だって私がずっと隠してきたことっていうから、なんだこの話じゃないの？なんだカミングアウトしそうじゃないか樋口くん。私が梅盆栽を梅にゃんって呼んでることを誰にも言わないでね。そんなこと前から知ってます。何を今更言ってるんですか？え、樋口くん何知ってたの？いやバレてないと思ってたんだけど。盆栽じりするとき海にゃんってたまにつぶやいてます。気持ち悪いです。マジでバレてたのか？でやっぱ気持ち悪かったか？それは今のところ樋口、あれかい、あの樋口くんだけが知ってるってことだよね？いえ、社員全員知ってます。社員全員とんでもなく恥ずかしいな。いや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 、そうかそうか、これはまいったな。いやいやいや、ちょっと待ってね。じゃあ、これ以外の隠し事だよね。樋口くんが辞めたいと思う原因となった私の隠し事って？そうです、実は私だけでなく社員全員辞めると言ってます。うっそ、ちょどういうこと？え、なんだろう、私なんかハラスメントとかやったのかな？ああいうのって本人は気づかないって言うから。樋口くん、そうだとしても私がわざとやったわけじゃないから、隠してるわけでもないから、頼む、教えて。私何やらかしたの？給料のことですよ。給料？あ、そっか、お金のことか。そうきたか。なるほど、これはシビアな話になってきたな。まあ確かにお給料が不満で辞めるというのはよくあることだね。いやでも給料に不満があるのは確かに経営者である私の不徳の致すところだよ。でもね、私は給料について隠し事をするなんてことはないぞ。いえ、社長は給料をごまかしていました。私が給料をごまかした？いや、何を言い出すんだ。そんなことあるわけじゃないじゃないか。それは何かの誤解だよ。私はそんなことする人間ではないよ。本当にそうでしょうか？では具体的に申し上げます。何のことだね。何でも言ってもいい、たまえ。リーマンショックの時の給料に関する対応ですよ。ああ、なるほど、あの時の話か。社長、リーマンショックの時に社員のボーナスをカットしたことを謝ってらっしゃいましたよね。でも給料はなるべく削らないからって説明してましたよね。でも社長、嘘ついてたでしょ。そうだった。今はね、君たちの頑張りでなんとかリーマンショックを乗り越えて、ようやく収益も回復して、ちゃんとお給料もボーナスも出せるようになったけど、さすがにあの時は仕事が全然なくて、銀行から借り入れするにも限界があったからね、ボーナスのカットだけじゃ追いつかなくてやむなくだね。ちょっとだけ君らの給料も削っちゃってね。いやでもね、私はなるべく削らないって言っただけでね、別にごまかそうとかそういう意図はなかったんだよ。みんなにもね、同意を得た上で給料をほんの少しだけカットさせてもらったつもりだったんだよ。それは分かってます。別に社長は私たちの給料はごまかしてません。ん？あ、うん、ああ、そうだよな、そうだよな。じゃあどういうこと？社長の給料をごまかしてたでしょ。社長もうバレてるんです。社員全員知ってますよ。いや、ちょっと待って。私が君らの給料を削っておきながら、私だけ自分の給料を削らなかったってことかい、樋口くん？それは勘違いだよ。私はそんなことしてないよ。本当信じて。そんなひどいこと、できるわけないじゃないか。社長何言ってるんですか。そんなこと分かってますよ。そういうことじゃないんです。じゃあどういうこと？何が何だかさっぱりわからないんだけど。ですから社長が自分の給料を削りすぎてたんですよ。は？社長は自分の給料を相当削られてたそうじゃないですか。リーマンショックがあってから2年間くらい、ちょっとでも社員たちの給料の足しにしたいって、自分の給料を新入社員なんかよりも全然低い額まで削られてたそうじゃないですか。それを我々社員にずっと隠してたじゃないですか。そうだけど、ほら給料ごまかしてたじゃないですか。そっち、
いやそれはだね、そんなことはわざわざ君らに言う必要はないかなって思って。社長おっしゃいましたよね、会社のみんなの給料はなるべく削らないって。確かに我々社員にはそうしていただきました。でも社長はご自身の給料は大幅にカットされてたじゃないですか。いやまあ私は経営者だから経営責任ってものがあるしね。あとうちは子供たちが成人して手がかからなくなってきたし、うちのかみさん保育園で働いてるから、そのかみさんの給料を合わせたらなんとか暮らせたからね。でもほらその後ようやくうちの業績も回復してきて、私もねちゃんとお給料もらえるようになったから。そもそもリーマンショックってもう結構前の話だよね。そんな前の話を今しなくても。でもあの時会社のみんなの給料っておっしゃいましたよね。会社のみんなの中には社長は入らないんですか。まあ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 、私も会社のみんなの一員だね。うん、そう言われればそうだな。まあ確かに、まあごまかしといえばごまかしだね。私の給料を大幅にカットしたことを黙っていて、うん、申し訳ない。分かってもらえたならそれでいいんです。私たちも隠し事はしませんので、社長も何でも正直に言ってくださいよ。分かった、すまない。いや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 、ちょっと待って。え？いやでもね、樋口くん、なんでそれでみんな辞めるって言い出すの。だって恥ずかしいじゃないですか。社長、この話会社の向かいの喫茶店のママにしてたんでしょ。向かいの喫茶店？あそこのママうちのかみさんと幼なじみだから、かみさんルートで我が家の情報が筒抜けなんだよ。でもそれが何、どう関係あんの。私らお昼とか休憩時間に喫茶店に行って、社長が梅盆栽に梅にゃんって名前つけて、おーよちよちとか言って注意してんの気持ち悪いっていう話で盛り上がってたんですよ。あと社長のダジャレがきついよねみたいな話もしてたんです。電話に誰も電話とか、社員って太陽みたいに輝いてるよね、これが本当のサンシャインだとか、化石級のダジャレ連発する時あるじゃないですか。そういうのみんなでいじってたんです。うわ、そうなのか。うわ恥ずかしいな。でそうやっていつも私ら社長のことをいじってるもんだから、喫茶店のママがこう言ったんです。岡崎社長はね、いじられキャラだけど経営者としての責任感が強くて、みんなのことをいつも考えてるじゃない、あのリーマンショックの時だってみんなのために踏ん張ってたのよって。で社長の給料大幅カットの話を聞いたんです。それでなんでそっから社員全員辞めるって話になるの。そりゃなりますよ。だってほら、その話を喫茶店のママから聞いて、社長がそんなことをしてくれてたのに、いつも社長のこと散々いじって盛り上がってたんですよ。絶対喫茶店のママに思われてましたよ、こいつらなんて薄情なやつらなんだって。え、うん、そうかな。絶対そうですよ。社長が私たちの給料は極力削らず、自分の給料をめちゃくちゃ削って、なんとかあの厳しい時代を耐え忍んでくれたのに、私たちはそんな社長のことをいじって面白がって、私たち最低なやつじゃないですか。いやそんなことはないと思うけど。そうですよ。だからもう社長のことを陰でいじるのはやめようってみんなで決めたんです。もうやめます、いじるのやめます。いじるのやめる。え、そっちのやめるなの。そうですよ。社長がさっきなんか盆栽をいじるのがどうのこうの言ってたじゃないですか。それで社長いじりのことを思い出して、ちゃんと社長に言っておこうと思ったんです。つまり社長いじりをやめるということを君は言ってたんだね。そうですよ。それ以外に何があるんですか。なんだ、もうそういうことだったのか。よかった。いやみんな会社辞めるかと思った。何バカなこと言ってるんですか。会社辞めるはずないじゃないですか。そうか、よかった、焦った。社長はね、いつも私たちのことを考えてくれてるのに、私らそれが当たり前みたいになって甘えてたんですよ。社長がいつもダジャレを言ってるのは私たちを和まそうとされてるからだし、梅盆栽に梅にゃんって名前つけて可愛がられてるのは社長の愛情の深さの表れだと思うんです。我々社員一同、社長がやっぱり好きなんだって改めて気づいたんです。だから陰でいじるのはやめようって話になったんです。そうだったのか。ありがとう。なんだかちょっと感動しちゃったよ。私はみんなの気持ちが嬉しいよ。
岡崎社長、これからも頼りにしてますよ。社員からそう言ってもらえるなんてね、社長冥利に尽きるよ。しかし辞めるって言い出すからびっくりしたよ。しかも理由がお金のことでシビアのところついてくるからヒヤヒヤしたよ。やっぱあれだね、お金は怖いね、お金はおっかねえなーなんてね。あー社長、相変わらずつまんないですね。あれ、いや私のこといじるのやめるんじゃなかったっけ。はい、陰でいじるのはやめて面と向かっていじることにしました。なるほどね、あそういうことね。そうしよう、これからは本音でいこう。本年は本音でよろしく、本音だけに本年もよろしく。社長今日も絶好調ですね。、はい、超つまんないですわ。そうだろう、もうつまんなすぎて妻が家から走って出ていっちゃうよね。つまらん、妻が走るでつまらん。あ社長今のはちょっと面白かったです。今のは面白かったの。ダジャレって難しいな。会社経営もダジャレも難しいもんだな。でも社長、会社経営って難しいと思うんですけど、きっと飽きが来ないですよね。飽きないだけに。あ、今のダジャレじゃないか。樋口くんやるな。そうですか、そりゃ私も社長の会社の一員ですから。でも社長、お金の隠し事はもう絶対ダメですよ。うん、分かってるよ。お金だけに隠し事は現金ですよ。樋口くん、君マジですごいな。ヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ、この番組は京都のヨーロッパハウススタジオからお送りしております。はい、聞いていただきました。あ、中小企業エンターテインメントラジオドラマ第2話、隠し事でございました。作家は本田哲夫教授でございました。はい、登場人物を紹介します。社長のね、岡崎さんは、金属加工している有限会社の岡崎社長は私長野、そして、その社員の、樋口役は藤谷理子でお届けいたしました。はい、今週もですね、教授から、コメント届いております。はい、読ませていただきます。今回の脚本は町工場を経営されている知り家の社長さんとの雑談の際にお聞きしたお話を元に作りました。もちろんこの社長のような行動を取ることが 一概に良いこととは言えないですが、何気ない雑談の中に経営者としての覚悟と従業員への愛がほとばしっていて、思わず胸が熱くなりました。このお話の印象が強烈でしたので、今回のラジオドラマの素材として使わせていただきました。素晴らしいですね。なんてこと、経営者としての覚悟と愛、はい、これが描かれておりました。実はです、来週もこのようなお話を聞けると思います。お楽しみに。楽しみに。というわけでエンディングでございます。はい、じゃあお便りいっちゃおうかな。はい、いつでもお待ちしております。宛先は全部小文字で europe.broadway@gmail.com、 ヨーロッパ .broadway@gmail.com です。わからなかった方はヨーロッパ企画のホームページを見てください。そしてツイッターも解説してます。フォローミーということでよろしくお願いします。はい、それじゃあヨーロッパ企画のブロードウェイラジオ、こちらで、お開きということで、また来週もお楽しみに。さよなら。